結果が出なかったらどんなに仲良かったとしても、まあ、切られることを覚悟するべきだろうけどね、うん、僕のファンのみんながどうやったら喜ぶのかどうやったら感動するのかってそこが一番のの自分の目線じゃゃななきゃダメなんだよ、はい、自分の仲間に勧められないものを自分のファンに勧めるなんてありえないうん、うん、じゃん。 だって辞めさせられたくない人も同じだと思うんだよ。うんうん、だったら、辞めさせられたくない人は、辞めさせられないように、どうやったらいいのかって考えるべきだし、うん、それはまず一つは結果だよね。うん、がむしゃらに結果出そうって思って態度で示すことも必要だし、うんうん、それ以上にコミュニケーションを取るっていうことも必要だろうし。うん、まあもちろん経営者ってのはシビエだから、うんうん、で結果が出なかったら、どんなに仲良かったとしても、切、うん、られることを確保するべきだろうけどね。うんうん、優秀な、 経営者であればあるほどその必要のない人材をどんどん入れ替えていくから、うん、ここに私的な情とか持ち込まないっていうことですよね持ち込む必要がない必要がない,いうことですね今今ねあのちょっと言い忘れたんだけど私的<あ>な 感情を入れる必要ないいですよねっていう話したじゃん。はい。<laughs> そこで僕言いたかった言いたかったっていうかこれを理解してほしいのは、はい、例えば洋平だったら飲食店やってるよね洋平、はいはい、が本来愛情を届けなければいけないものや感情情を届けなければいけないのは従業員だったりとか辞めるって言った従業員ではないんだよ、うん、客なんだよ。 一番に来るお客さんに対して傭兵がやらなければいけない届けなければいけないんだよ、うん、ところがそこじゃなくて従業員に目が向いてるっていう時点で僕は違うんじゃないのって思うわけ、うん、例えば僕にとって一番大切なのはファンなんだようん、うん、僕のファンのみんながどうやったら喜ぶのかどうやったら感動するのかってそこが一番の自分の目線じゃなきゃダメなんだよ、はい、なのに会社のライブはこうなってて一人辞めるってちょちょっと待て っていう,ふうに自分の感情が全部そこに行くっていうのは違うってことなんだよ常にマーケットがあるその自分のマーケットにおいて顧客がいるとかねファンがいるとかいろいろな言い方があるかもしれないけど僕の場合だったら例えばじゃあ僕の芸能っていうビジネスや音楽っていうビジネスで考えると GACKT のファンがいる僕の目線がどこに一番最初にあるかったらファンなんだよここがあって全てなんだよ。 なのに、ここをないがしろにして、ここのことを考えるっていうのは違うってことなんだよ。うんうん、ここを基準に先に考えなさいってことなんだよ。うんうん、そっかそっか。そうですね。うん、だから、僕だったら、ファン。洋、うん、平だったら、お客さん。うん、顧客。のことを考えないで、 会社を運営させるために潤滑にするためにはとかっていう会議そのものも僕は意味がないと思うしなるほど会社はうまくいくかもしれないけど客離れていったら結論会社ダメになるよそうですねって話じゃんだから会話が違うっていうか内容が違う見てる先が違うっていうことなんだよそうですね。まうちの飲食店まあ飲食店まあ水タバコカフェとかに関して言えばどちらかというと僕はすでに お客さん側の立ち位置で参加してるんですよ自分の店にを実際使ってで自分がより居心地がいいように改良していって、まあ、お客さんには自分が最高と思うものをこれどうっていう感覚でやっている感覚、うん、なんか自分が楽しめていないものをこれ最高じゃないって言っても説得力ないじゃないですかそれは僕も同じ、うん、僕が感動できないようなステージを見に来る人たちに。 届けることはできないし、うん、僕が本気になってないものをこれいいでしょとは言えないしうん、うん、僕がいいと思ったものだからこれいいよって言えるわけだしうん、うん、嘘つけないそこそれは一緒まだ出版に関して言えば自分が読みたい本を作ってるみたいなところはありますね、うん、教わりたい人に教わりたいことを聞きに行ってるみたいなでもそれが一番ビジネスにおいてうまくいく方法なんじゃないの僕は自分がいいと思わないものを人にいいって、うん 進めるのやっぱしんどいようんうん、うん。特に芸能関係とかだとその広告の問題とかもありますもんね。うん、んだからいろんな広告のオファー来るじゃん。うんうん、CM とかも。はい。いろんな CM のオファー来るけど、うん、僕の場合やっぱこだわりが強すぎて、はい、CM 蹴る本数圧倒的に多いもんね。<laughs> なるほど。なるほど。特に飲食系。うん、あの食べるもの。うん これこれここういうお菓子がとかこういうものがとかって言われると「はい、ああそれ僕無理だわ」って美味しくないみたいな「うん、美味しいって言え」って言われたら「おい <laughs> しいだて言え」って言いしんって言えないもん」って <laughs> 言えないよなるほど。なるほどって言っちゃうし、うんうん、で実際にそれで「そうやって言っていいんだったらウケるけど」って。<laughs> まずって <laughs> うわこれまずって <laughs> どうみたいなねえそれでいいんだったら受けるけどって、ね、これは美味しいとは言えないよって、ね、だからそのねたまにあるんだけど「あの映画の評論ちょっとやってもらえませんか?」とか、はいあの「この映画の感想、はい、やってもらえませんか?」って言われる時に受け、はい、ないもんね。 まず僕、僕のスタンスとして必ず言ってるのは、まあそれはガクトっていう名前があるからオファーが来るんだけども、必ず僕が言うのは、まず見せろと。うん、見せないうちに仕事としてオファーするなと。うんうん、見せて面白かったら僕勝手に面白いって言うからって。<laughs> なるほどなるほど。それを取れよと。うん、なるほどなるほど。まずは見せろと。 でもやっぱり映画って難しくてね焼いたりとかデータで送るとかできないんだよ今ひと癖高いから公開前のものうだからわざわざ行ってね仕事になるかどうかもわからないのにわざわざ行ってでその人たちねその配給会社が持っているそのプライベートのそこで見る 面白くないって断ったこと何回もあるからね <laughs> そうですねあるあるこれはダメだなってこれ僕無理だわって <laughs> <ー>何回もあるよそっかまあファンは信じてそれで見に行っちゃいますもんねそうだってそれで面白くないものを面白いってやっぱ言えないもんあ、うん、これはぶっ飛んでんなとかさもちろん100点じゃないものっていっぱいあるじゃん、うんはい、でも100点である必要ないじゃん 90点超えてたら映画なんてもうほぼ100点みたいなもんでさむしろ80点超えてても OK みたいなとこあるじゃんこれは奇跡だなんて100点の作品なんてさ人生に何本かしかないわけでそんな100点目指してたら何もかもだめになるわけじゃないだけど自分の中でやっぱランクがあってこれは無理だわってこれ僕面白いって口が裂けても言えないわとかなるほどうん これ僕友達に勧めれないとかうん、うん、自分の仲間に勧められないものを自分のファンに勧めるなんてありえないうん、うん、じゃんそうですね、うんうん、だって見るもんファンの子たちがはいだから昔それこそ宣伝させてくれたらよかったなって映画あるんだよ「はい、ノーウィング」っていう、はいえー、ニコラス・ケイジがやった映画があって「ノーウィン,ング」はい「ノーウィングね」ね 未来の起こることが少しずつ何かしらの理由で分かるっていう映画でスタートしてから衝撃的なな30分なんだよ<ー>僕ね最初見た時車の中で初め見始めたんだけどあまりにも面白すぎていろんな人に見ろと。 <laughs> 今すぐ見そう結末も言ってないのに <laughs> とにかく見ろとこれはやばいと<ー>うちのメンバーとかに全員に回して<ー>そして1時間あたりすいたとこから急にやばい展開になってきて、はい、えっうそでしょってなってきたんだよ <laughs> で最後クソみたいな結末だったんだよ <laughs> 本当に 全員にまた一斉すもうやめてくれと <laughs> もう今すげえやめてくれと <laughs> 借りて借りてしまったらごめんなさいみたいな <laughs>、えー、で僕ほ本当その時に思ったこんなに人の気持ちを上げてこんなに人の気持ちを裏切る映画があったんだってこれをテレビの前で言っていいんだったらこの宣伝できるなって <laughs> <に>クソですよって <laughs>。 ーーね、初めの30分最高っていう <laughs> 上がって下がるジェットコースターですねみたいな。 Here is go! Go! Thanks so, so, much so much for, for, coming. for coming. Please, Please go, go home safely. safely. And don't, don't forget, forget to, to always Welcome on, on the Wild Side.